はい、皆さんどうもこんにちは。ハンドスキライフを応援しています、ジャパニックスの六地です。今日はですね、SE の山梨さんに来ていただいてます。このハンダ付けロボットが実際の手ハンダから自動化したいっていうお客さん多いと思うんですけれども、実際このハンダ付けという機能がどういった構成でロボットに取り付いているか、その辺をですね、 SE の山梨さんにご協力いただいて説明していきたいと思います。それでは山梨さん、よろしくお願いします。はい、お願いします。それではまず、手ハンダでのハンダ付け作業ですね、こちらハンダ固定になりますけれども、まず手ハンダ、当然この小手先で当然加熱するわけですけれども、この小手先で加熱する部分っていうのは自動機のこのハンダ付けロボットだとどちらに該当するものになりますか？はい、ですね、こちらのハンダ付けヘッドと呼ばれているところで、小手先を温めてあげて、ハンダ付けを行っています。まさに手ハンダの固定が、まあ、自動機に取り付けるハンダ付けヘッドというところが役割ということで、このじゃハンダ付けヘッド、はい、この自動機ならではの特徴とかってあるんですか？はい、そうですね、まず小手先ですね、こちらの角度が、固定ができるということと、はい、ハンダ供給ですね、こちらも、角度ごとに固定ができます。続いてこのハンダのこの供給、ハンダ送り、加熱してハンダ送りっていうのがまあセットだと思うんですけど、手のハンダで送りの代わりのハンダ送りの部分っていうのはこちらだとどこに該当するんですか？はい、こちらですね、ハンダ送り装置と呼ばれているもので、ハンダをモーターで送ってあげて、チューブを返してあげて、そこからニードルと呼ばれている部品ですね、こちらの先端からハンダで供給されるようになっています。次は小手先の先端にハンダ付け作業中についちゃって余分なハンダ、その辺をですね、クリーニング、まあ、このようにですね、きれいにしたりすると思うんですけど、この機能ってロボットにおいてはどちらになるんですか？はい、こちらのですね、クリーナーボックスというものでエアを吹いて余分なハンダはこちら飛ばしています。エアクリーナー、はい、はい、以前の動画でも炭化物がついちゃったりするっていう時があるっていうお話をしたと思うんですけど、それをきれいにこれでできるんですか？エアではそちらはできなくて、はい、また別のこちらですね、オプションになるんですけども、ブラシクリーナーというもので炭化物のカバーをこちらで飛ばしています。ハンダをきれいにするのがエアクリーナーで、はい、余分な汚れを取ってあげるっていうのがブラシクリーナーっていう積み分けになるんですかね。はい、ハンダ付けしてる時って人がこうその位置まで持っていってあげるじゃないですか。その部分でロボットだとどういったところになるんですかね？そうですね、こちらは4軸ロボットになってまして、4軸で動くんですけども、まあ、操作的にはこちらのティーチングペンダントの方で座標の指定をしてあげて位置の確からしさを出しています。 XYZ とあと回転、はい、最後にそのハンダ付けっていうのはどうしても加熱をするその時間だったりとか、うん、ハンダを送る量だったりとか、まあ、ハンダを送るそのスピードとかもあるんですかね、はい、そういったいろんなその経験者さんの勘とか、うん、そういううまい下手っていうのがどうしても出てきちゃうと思うんですけれども、はい、ロボットだとそれはどういう形で教え込ましたりとか、はい、呼び出したりってするんですか？はい、そうですね、こちらのティーチングペンダーの方でですね、ハンダ条件というものが設定されていまして、はい、こちらの中にですね、ハンダの送る量だったりスピードだったりっていう、あと余熱を待機時間だったりっていうのをこちらの方で条件として設定しています。ハンダ付けのノウハウをこちらにそのまま入力できる、はい、山梨さん、今日はですね、いろんなハンダ付けロボットについて教えてもらってありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。